アブストラクトゲームとはゲームの分類の一つで名前通り抽象的で元となった現実の出来事などとゲームの内容とがあまり関係のないものになっているゲームあるいは具体的なテーマが全く存在しないゲームを指すことが多かった現在では以下の条件を満たすものに使われる用語となっているこうした条件のゲームは特にその数学的な性質から二人例 和有限確定完全情報ゲームとほぼ同義である。例えば、人生ゲームは、これは人生ですよという設定がある上、ルーレットによる偶然が大きく働くため、アブストラクトゲームには含まれない。明らかに含まれるのは、リバーシ、レンジュ、三目並べなどの M、N、K ゲーム、囲碁、チェッカー、マンカラなどである。 このようなゲームでは、敵味方の駒を区別するための色分けこそされているが、すべての駒は、性能が同等となっている。二人例は有限確定完全情報ゲームという、意味では、チェス、将棋も、その代表例として挙げられるが、チェスや将棋では駒2種類があり、それぞれ異なる性能が、与えられているため、アブストラクトゲームに含まないと解説されることもある。設定やストーリーはないが、 特に歴史の古いものに関しては、定石という、勝つための研究結果が発達しているものが多い、純粋に勝敗を競うことを楽しむ遊びである。ありがとうございます。